場合でいいの？いいよ。こんばんは。ですね、今奥で選別機が動いてるんですが、聞こえるでしょうか。このまま多分選別機の音は気にならないと思いますが、松本くんが今、豆のふるい分けですか。ちょっとやってますが、選別ね、はい。サイズ別に、スクリーンサイズをですね、分ける作業をやってまして。で、その分ける作業ってどういう作業かというと、映っていいのであれば、顔出しは NG かどうかは。どれだ、これ。えい。今、店先でですね、豆のスクリーンサイズを合わせてる作業をやってます。これ何という豆を使いましたか、これは。イルガチェフェのナチュラル。そうですね、エチオピアのイルガチェフェのナチュラル、ウォッシュドが多いんですけど、これはナチュラルですね。うん、5月の玉木の商品なんですけど、うん、特別企画で5月はナチュラル月間で、全てナチュラルの商品を販売します。キャサリン鼻声なんですけど。それなので、はい、そのために、はい、イルガチェフェのナチュラルをちょっと今回やってみようかなと、はい、だけどスクリーンがあまりにもバラバラだったので、はい、今揃えてもらってるところです。はい、そういう感じで、今わざとらしく音を出してくれてます。はい、そういうことで、じゃあ戻しましょう、はい、で今日はですね、何をやるかというと、水を考えると、玉木というこう一応高級なこうコーヒーをこう扱うじゃないですか、うん、だけど現実にですね、飲んでもらう人たちの水がどういう水かで味が違うんじゃないかと。そう、特に東京の方の、キャサリンの東京の方の水とこの三河の水だと味が違うと、うん、でコンビニの水でもやっぱり味が違うであろうという感じで、じゃあどのこの、玉木で使ってるこのコーヒーに関してどこの水が一番合うのかなというのを、うん、今回一回真面目にちょっと検証しようじゃないかというふうにですね、3ヶ月前から用意したネタでございますが、考えております。で、今回はですね、多分こういう一応水を、コンビニ、このコンビニはですね、サークル系です。サークル系というのはですね、うちの店から歩いて3分のところにあります。あれ3分って言わないんじゃないの、1分なんじゃないの、この距離だったら。あ、1分1分は80メートルです。多分80メートルぐらいじゃないの。あ、そう、考えてください、うん、ガチな情報です。はい、1分、歩いて1分のところにある、コンビニエンスストアで買ってまいりました。本日買ってまいりました。で、こちらにですね、それだけではなく、今回わざわざ、どこの水？サンデーさんが寝耳に水って書いてある。もしかして今日も親父虐待感になるのかな。ニュージーランド。こちらはニュージーランドの水ですね。はい、ブルースプリングです。これ有名なの？わかんない。わかんないですよ。有名かどうかわかりません。一応こういう3本の水とですね、本当はアイセージもあったんだけど、うん、あとは残りはですね、うちの浄水器の水と水道水ぐらいがあるんですけど、とてもそこまでできません。ただですね、今回一番最初は普通に、基準の水はで味はですね、何でやるかというと、
うちの、浄水器の水でやります。これはなぜかというとですね、今ここにこうあるように湯が沸いてません。はい、ですから湯を沸かさなきゃいかんので、これはですね、お湯を、ガスで沸かしながら1個目のコーヒーを立てないと、段取り上うまくいかないであろうということですね。でやっぱりまず第一に、キャサリンはこの水を持っている。うん、あのね、国産のだとちょっと合わなくて、はい、でいろいろ試したんですけど、はい、今は それか、はい、カナダの水。やっぱり、コーヒーはあれですもんね、日本で作られるわけじゃないですからね。ですからやっぱ国産の水では合わないであろうということで、あ、香水じゃないですよ、ニュージーランドの水ですね。あのね、まだ出てきてないと思うんですけどね、はい、香水って聞かれてるんですけど、あ、軟水です。軟水です。うちの場合基本的にドリップでやるので、軟水を使います。でまずはですね、これ、ブルースプリングですね。青い、春あ、青春か。はい、はい、青い春ブルースプリング、をですね、これをお湯を沸かしながらですね、実は言うとコーヒーを、自分とこのコーヒーを立てると、コーヒーを立てるという風な段取りでいきましょう。先生です。で、今回使うコーヒーは何でしょうか。ザンディさん、すいません、水を差してしまいました。完全に今日あれですか、もしかして親父逆大会ですか。ですね、今日は、はい、こちら、ホンジュラスの2013年、ホンジュラスの2013年、これはあれですか、モレーノ農園。モレーノ農園、はい、あれですね、カップオブエクセレンス、あ、はい、そうですですね、はい、それではですね、これを、一応 50g 割ります。もう1回に引いといてダメなの。はい、まあとりあえずじゃあ、3回分ぐらい、150g、このぐらいいきましょう。はい、今、3回分ぐらい、測っておきましょう。でその間にですね、まずは、ここで基本的にこのコーヒーを立ててる最中にですね、お湯が沸いてくれると、うん、あ、いいですね、一番段取り的にうまくいくんですけどね、うん、あれ、ここに貼ってなかった。実は言うとあれ、大学生が持ってっちゃった。うん、興味をありそうだったんで、じゃあ、あげるよって言ってあげた。うん、キサンジンさんのやつをね。うん、うん、それではですね、まず普通に、普通にですね、1個目の、あ、松本君ちょっとカメラ切り替えてくれるかい。今多分キャサリンはですね、キサンジンさんのネタをですね、プリントアウトしに行ってるような気がする。ピクチャーインピクチャーいきましょう。はい、ピクチャーインピクチャーいきましょう。画面触っちゃった、スマホ慣れて、スマホ慣れてるから、もう嫌だよ。うん、動かんじゃねえか。うん、でですね、今回実際にこの、じゃあせっかくなんで、松本君、はい、ブルースプリングという水は飲んでことありますか。ないですね。ないですか。ないですね。じゃあお客さん、ちょっとこちらいらっしゃい。いや、何をおっしゃいますか。
その忙しい合間、暑そうですね。いや暑いんで、体動かしてるから暑い。暑いですか。暑いんだよね。暑いんだったら水欲しいですよね。欲しいです。これブルースプリング、はい、これ、ニュージーランドの水ですね。あ、あんたこっちだよ。うん、あ、無臭ですね。水だし。どうですか。うん、芳醇な甘みが口の中に広がりますね。あのね、あのわざとらしいことやってる。落ちたよ。はい。飲みやすい水ですね。飲みやすいでしょ。うん。これ軟水？軟水、軟水。だけどこれ、多分ね、20あるかないか。すごい甘いね、ほら。うん、多分20あるかなんか。これちょっと甘みがない。うん。軟水は甘く感じますよね。なるほど。でもアイスエイジよりはあるよ、あの高度は。あの、これカルシウム多いんじゃない？こんだけ甘いと。どうかな。見りゃ分かりますよね、その辺もね。書いてないのに。カルシウム。コンマ23？うん、多いか少ないかわからない。他の人と比べてみないとわからないですね。まずはですね、今何だったの。いや、あの松なぎ。今のこのアイスエイジの水と、うん、じゃあ僕個人的にアイスエイジのブルースプリング。あ、違った、うん、ブルースプリングの水とちょっと、自分とこの浄水器の水をちょっと飲んでみましょう。うん、あれじゃないの、口の中に蜂蜜の飴の甘さが残ってた。甘いとこじゃない。いや、そんなことないですよ。そんなものはない、ないですよ。え、どうですか、甘さは。あ、やっぱりね、ブルースプリングの方が甘いです、うちの水よりも。で、うん、そんなことをやってる間にこのお湯は沸きましたね。おー、いいじゃないですか。すごいですね。で、まずですね、これをですね、段取り上ですね。あ、じゃあやりましょうか。移しておけばいいんですよね。はい、火を切って、はい、こっちを移しておいてください。はいはい、次は何を沸かしておけばいいですか、じゃあ。あ、慌てなくていいです、多分。いいですか。これを、やる間に多分沸くと思うので。はい。で、弱いので。はい、まず普通にですね、ブルースプリングはもう少し、ああ足すの？だって1リッターでちょうどいいよ。いい？うん、足りる？足ります。まずはですね、こちら普通の、浄水器の水でコーヒーを立てます。これはいつもここでやってるコーヒーなんで、これがまあ基準といつもなってるわけです。だけどキャサリンがやっぱり東京で試飲するときにこちらで飲むコーヒーと基本味が違うっていうのが問題になりますもんね。でもいつも違うんです。あ、違いますか。いつも苦労するんです。その、あれも買ったんですよ、浄水のやつ。ブリタの、なんだっけ。あ、ブリタの、はい。だけど、それでもなんか違う感じがしてて、なんか合わないんですよね。あ、コリンさんです、こんばんは。と、はい、どうもです。あ、まだ来てないです。あ、そっちは来てない。はい、この状態でですね、ちょっと、まず3分間待ちましょう。はい。で、この間に、今ブルースプリングが、やっている間に、あ、これまあ定番ですね、南アルププスの天然水、うん、これはどこでも売ってますね。これそうやってみんな一緒なんだよね、多分。どこで手に入れても、どこでも手に入る。日本一番有名な同じ水だよね。水です。同じ水か、本当に。どういうことだよ、南アルプスっていう商品商標登録で、うん、博多の塩じゃないんだよ。あ、そう。じゃあ南アルプスの天然水もちょっと沸かしておきましょう。じゃあ南アルプスの天然水をちょっと沸かしていきます。で、この間にですね、ちょっと南アルプスの天然水を、松本くん、南アルプスの天然水は飲んだことございますか。南アルプス、あ、いつも飲んでます。あ、そうですか。いつも飲んでます。じゃあそのいつも飲んでる南アルプスの天然水を、はい、お出ししましょう。はい、ありがとうございます、はい。
熱いでしょ。熱いんですよ、もうあれ作業ね。どうでしょう、腰に手を当てて飲んだ方がいいですね。そうですね。だけど映ってないですよ。映ってるじゃん。本当に味がない、さっきのに比べると。あ、さっきのよりも甘みないね。ない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 ね。ない。うん、ちょっとちょうだい。あ、そうだね。全然違う。私にはくれるかね。いやいや。ちょっとその。こんなに違う。こんなに違うもんだね。違うね。これ南アルプスとこの、ブルースプリングの味の差がコーヒーで。コーヒーの特徴は水だけでやりますか。10種類ぐらい。確かに。こんなに違うんだね。うん。コーヒーよりも差が出るかもよ。うん、わかりやすい。はあ、うん。でもさ、このさ、成分書いてあるところがさ、うん、0.4 から 1.0 ぐらいな感じの幅を持たせてあるじゃんね。これだって雨が降ったら狂っちゃうもん。そうそうそう、うん、うん、だって雨が降ったら来るしさ、あのちょっとカラカラ天気だとさ、あ、だから比較できないわけですね、うん、これ。そう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 、それはしょうがない。あ、なんか喜三人さん何にでもあれですね。水は相対的に二酸化ケイ素の含有が多いと美味しいと感じる人が多い。あ、そうなんだ。じゃあもしかしたら我々二酸化ケイ素があったか。ケイ素、うん、シリコン製のシリコンですか。はい、はい、それではですね、まずは、これ、基準の、水となります、フレーバーの浄水器の水をまずコーヒー立てますね。だからこの味よりも美味しくないと嫌ですよね。うーん、せっかく買ってきたんだもんね。でも浄水器の値段とどの水の味、ブルースプリングの話、うん、いやブルースプリングでもこっちでもいいんだけど、手に入るものでが美味しくないと困っちゃうじゃんね。手に入らんもんで美味しかったらね。そう、西尾の水がやっぱりうまいっていう話になると水売っちゃう。玉木水売っちゃいますから。怪しい。オリジン、多分この水が一番合います。で、何のことはない、あのフレーバーで、あの浄水器で水を入れてる。ペトラポさんがこんばんは、南アルプスの天然水って。ドアさんが浄水器はどこのメーカーですかと。浄水器はですね、パナソニックです。ナショナルじゃないですよ、パナソニックですよ。今時ナショナルという人たまにいますからね。あのパナソニックの浄水器が、まあ僕個人としてはまあ安くて使い勝手がいいし、あのフィルターが確保しやすいっていうのがいいですね。テトラポさんが、はい、四国では、はい、奥大山と読むのかな、はい、の天然水でした。九州は阿蘇の天然水。ほう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 、あ、みんなご当地天然水があるかね。九州だと霧島のお水とか、うん、あと飛騨なんだっけ、飛騨なんとか、ああ、そうですよね、有名な、なんあの確か直次郎くんとこの庭から、うん、あの名水ね、あの水が出てるらしいじゃん。そうそう、名水が出てるよ、うん、あれをこう瓶に詰めて売ればね。メインにします。はい、メインにしましょう、それではですね、まず、基準となる、コーヒーを作りました、うん、まずはこれをですね、キャサリンに飲んでいただいて、次に、うん、ブルースプリングいきます。あ、松本くん、はい、飲む、熱いけど、やっぱ熱い時には熱いものを飲みましょう。あ、そっち行きますか。はい、熱い時には熱いものを飲みましょう。またいっぱい出てくる、うん、はい、まずはですね、これが1個目ですね。1個目はフレーバーの、パナソニックの浄水器を使った
コーヒーです。これ1個目。いつも飲んでる味、ね、いつものコーヒーですね。うん、で、その次いきます。あ、結構湯沸くの早いんでやるの。早い。そうそうそう。早く、はい、あのこっちに。はい、次いきます。今むしろ逆に壊れるから。話違うやんか。壊れる。泣いてますね。次はですね、ブルースプリング。もう覚えましたね、中が。はい。青春。本当？分からん。ちょっと待って。いかがかよ。ブルースプリングという、コーヒーですね。コーヒーじゃない、ニュージーランドの水をミネラルウォーターを使います。はい、あ、ありますあります、あります、あります。あ、16ね、うん、じゃあこれ、うん、これをこっちに貼ってもらってく、うん、はい、次は、ブルースプリングいきます。先ほどブルースプリングはですね、そのまんま飲むと、あ、甘い水でしたね。それを実際にコーヒー立ってみます。じゃあピクチャーインピクチャーですね。はい、ピクチャーインピクチャーをやってる間にですね、こっちにですね、ありますよ、はい、お湯を入れといてください。今いろいろ事情がありましてですね、あの鍋に入っている、お湯をですね、ポットの方に、ポットっていうのはドリップポットですけどに移しているという作業ですね。もうちょっとこっちですか。この思いのほかいつもよりも慌ただしくなってるんですけど、これなんてか思いのほかっていうか、いつもがあまりにコーヒーを立てないのでコーヒーの立てる回数が多いからだと思うんですけど、もう2回目ですもんね、うん、今日は関数多いですよ。最近はもう困ったら木三人さんみたいな感じだと思います。あ、そう木三人さん呼ぶと内容なくても、あのそのまま普通に雑談でも結構内容が深いような感じするもん。ああいう博学なとこいいよね。うん、そう、うん、そうそうそう、あの引き出しが、多いっていうかね。木三人さんは話し方がうまいから。木三人さんが全国各地では単なる水道の水を缶やペットで売っている、近場では岡崎豊橋など西尾もやってもらえばええやん。いや、ありますよ。あるよね。水道水。水道水、水道水あるよね。うちあるよ。水道水。水道水あるよ。うん、じゃあそれを私が東京に持っていけば。違う。だけど水道水だから。あ、そっか、浄水器。浄水器ではなく水道水。いや、いいだけどさ。漢字書いてあるもんね、水道水って。あれ、潔いよね。すごいよね。うん。水道水と逆にカルキの匂いがすると怒れてくる。ああ、もう当然カルキの匂いはして当たり前だよね。せいにはいかんだよ。うん、うん、さあ、これ何ですか。もう一個、これは愛知が誇るスタイルワンのプライベートブランド。ほう、要はユニ系列だよね。あ、これ養老山系です。養老山系、おっと、これあれですよ、酒ですよ養老山系じゃあ、養老山系のこの水、あ、松本君、熱いでしょ。熱いですね。はい、それではですね、養老山系の、天然水いきます。まだ1分30秒ありますから。コップください。はい、コップ、はい、やっぱり愛知県の人間としては養老の滝、養老の滝ですよね、はい、あれ岐阜でしたっけ。もうそんなもんで、また味が違うんだ。どれだ、これが一番あれかも。うん、南アルプスよりはこっち、うん、やっぱあれだよね、中部県はあれですね、養老ですよね。
だけどこれも甘くね。甘いよ、甘い甘い、これは甘い、うん、奥の方で、口の奥で甘い、うん。西尾から東京へパイプでつなげば水道水、ああ、なるほどね。で、コバちゃんさん、あのシリコンチューブでさ、シューッとこう、すいません、はい、さ、基準となる浄水器の水ちょっといいですか。ああ、はいはい、浄水器の水ね、はいはい。それマジ。ああ、そう。基準となる浄水器の水。はい、浄水器の水です。はい、浄水器の水です。ああ。まあ味しないのね、これ。本当に味しないねこれ。ああ、いい感じ。っていう感想しかない。あら、うちの浄水器くんの。ポリーさんが養老近くだよって、はい、あ、養老いいですね。今、ポイント高いのはこのあれですね、養老水系の水、ちょっとポイント高い。味、水だけで飲むやつ、やっぱこれブルースプリング。あ、ブルースプリング、うん、水だけで飲むならばね、今ブルースプリングの今、コーヒーを立ってますね。もう順番にやってる割にはわからなくなりますからね、気をつけてましょうよね。みんなお願いしますよ。今ブルースプリング行きます。多分一番混乱するのは中川さん。うん、多分混乱するのは中川さん。もう50引いといていいですか。はい、ちょっとブルースプリング、お湯の通りよくね、うん、つかないよ、なんかよく溶けるみたいな感じがして、うん、あの苦いんですよ、酸味が消えて苦さが強くなる感じがするんです。クラスターだったっけ、何の時は。あのね、クラスター語るとね、丹部さんがね怒る。あ、南アルプスはウイスキーの原水ですと、イチタックスなんちゃらさん、もか、あ、ソワカフェ、ソワカフェさんがこんばんは、飲んでる水の温度は同様ですか。多分この辺は同じぐらいだと思う。残念、買ってきたやつと、あのね、この辺というこの辺はね映ってない。あと買ってきたペットボトルのお水は冷たくて大体同じだと思うんですけど、水道水、浄水器の水は普通の常温ですね。まあとりあえず、水を判定するためじゃなくてコーヒーを入れたものを判定するのが、あ、今回の、基本的なコンセプトなので、これで、条件一緒になりますのでね。あ、松本くん疲れたでしょ。コーヒーでもかわいい。私はやり始めたらコーヒー飲んで、やり始めたら水飲んでみたいな。はい、はい、コーヒー。結構ガムガムになるよね。うん。これはブルー？ブルースプリング。ブルースプリングですね。あ、こっち画面で語ってよ。いいですよ。ブルースプリング。やっぱね、そうだよね。なんかきついね。うん。でしょ？ちょっと期待とだいぶ違う。えらいビターだね。そう、だから苦さが増すんだよ、うん、この水だと。ブルースプリングは青春じゃないね。渋かったね。苦かったね。苦かったね。ちょっと苦いね。ソワカフェさん、水に流してやれって言ったんですか。さあ、ガジャレは何個出てくるんですかね。ね、うん、今日は。とりあえずですね、今、ブルースプリングはいまいち、ブルースプリングはですね、そのまま飲むと結構おいしい水だったんですが、甘いおいしい水だったんですが、コーヒーを立てて飲むと、結構苦く出ます。いまいちな水の方の方が美味しく出る。あ、じゃあまずい水だと。スタイル1期待？
あれじゃ南アルプス来たい。だってこの公式で定義でいくと、美味しい水はコーヒーがきつくなるんだったら、うん、まずいとかいまいちな水だといい塩梅のコーヒーの味になるかもしれない。うん、なるほど。じゃあそれ期待しましょうか。あくまでも基準が浄流水、浄流あの浄水、浄水器。はい。南アルプスですかね次。はい、じゃあ次南アルプス行きます。日本が誇るミネラルウォーターズ。はい。キングオブミネラルウォーター、南アルプスの天然水。何が大変って言ってあれですよね。順番に湯が湧いてくるんですよ。結構早く。第2弾はバナジウムとあとパイウォーターをいよいよ登場する。あ、パイウォーターですか。もうこの辺だったらみんな知ってるけど、結構危険なパイウォーターをいよいよ。パイウォーター来るだったら電子水行きましょうよ。やべえ。電子水も行きましょうよ。禁断のメタルですか、パイウォーターするの。はい。ちょっと待ってね。一応95に上げてください。なってます。あ、なってます。はい、じゃあ止めます。はい、はい、その間にですねキャサリンがですね水を、ガスの方から、電磁調理器の方に移動させております。で、それでは南アルプスの天然水。うん、私でもそれも買ってやったんだよね。苦味が出るなら深入りに適してそうと小葉ちゃんさんが。会長がカフェルパンって会長、ね、会長ですよ。会長がスプリングは泉ではないかって青いですね。いや、会長松本くんがですね言ってたんですよ。いや、青い春って言うから青い春は青春でしょっていう話じゃない。確かに綺麗な国が、綺麗な国の恵みの泉って書いてある。本当だ。所詮我ら高卒、しかも俺工業家。キサンジンさんが時代は水素水だろうって。そうだ、しまった、水素水なかった。水素水。あ、沢上さんが水に流しますが、うん、沸騰させている時間の違いもちょっと気になります。あ、今回はですね予備実験と思ってください。なぜ、今日やろうと思ったのは5分前なんで。3ヶ月前ってもうちゃぶ台繰り返してる。実は言うと歩いて1分のコンビニに松本くんに買いに行ってもらったのは5分前なんで。はい。でもですね、これ沸騰してる時間云々よりは東京で感じてるのとそのまんまな感じで感じてるので、そんなに違いもないですよ。実は言うとキャサリンが毎回言ってたんですよね。そう、東京で、コーヒーを試しに、試飲すると味が違う。うん、酸味が消えちゃって、うん、苦いんです。そう、西尾で飲む味と東京で飲む味が違うというふうなことを言ってましてですね、それを、今回は、3ヶ月前から、まあ、実験しようというふうに、予定を立てておりまして。もっと来ましたよ、お菓子さん。沸かす容器でも違いもありそうな。あ、沸かす容器はね、全部今同じですから。あ、東京とね。あー、でもね、どちらかというと東京はね、もっと苦く出るんです、実は。あ、そうなの。これはまだね、いい方。あ、いい方。うん。ほーん。じゃあ、どっちが美味しいの？コーヒー。それは好み。東京。いや、まだね、これはまだ苦い方じゃないの。もっと苦く出るの。あ、東京は？うん。やっぱ東京はあれですかね、重力が違いますかね。あんまりネタとして面白くなかったですね。すみません。シアトルが流行るんだね、じゃあ東京の方はやっぱりね。ああ。そのままで飲むよりラテにしたりなんかして。ああ、なるほどね。あと30秒ある。はい。これ。あ、じゃあこれ、せっかくなんで、
本当はですね、あの喜三人さんのやつをこう画面に出そうと思ったんですけど、あの画面に出すの失敗こきまして、あ、これいつでしたっけ、17日、あ、17日、3月17日、もうじきですね。来週、再来週、再来週ですね。何曜日ですか、火曜日、火曜日、あ、火曜日に、あ、やるんですね、はい、うん、あのコーヒー工房樋口さんの期待式典で、うん、これ今回省エネ暮らしカフェ、うん、はい、なんかあれらしいですよ、本業の、本業の方の、こと、まあなんか、喜三人さん実を言うとですね、あのあれなんですよ、NPO 法人、環境改善推進機構というのの理事を務めておりまして、え、そうなのと書いてあるじゃん、あ、すごい、はい、あのその関係ですね、やっぱりあの環境を考えるとやっぱエコでしょ、うん、あ、ということで、あの省エネについてはちょっと、一言言いたいということで、あの、はい、これどっかに、樋口さんところ、どっかのホームページかなんか、環境を考えるとエコですってことで、いやいや、エコ、エコね、これどっかホームページかなんか載ってるんですかね、あ、それ聞いてください。喜三人さん。喜三人さん乗ってます？そしたら URL かなんか出してもらえるとありがたいんですけど。はい、そういうことで、いきます。3つ目いきます。あ、ドアさんが、はい、ホーローとステンレスで違うとかですかって、ソワカフェさんに聞いてらっしゃる。あ、なるほどね。うちじゃないのね。うちじゃないのね。南アルプス、これ南アルプスの天然水ですね、はい、これコーヒーって実際にやると4回以上立てれるんだね、うん、まあいかに今まで1時間いかにいつもがうだうだかっていうことがよくわかると思うんですけど、うん、今日はたまたまコンロに壊れてますからね、そうそうそう、うちのカセットコーヒーさんはドアさんにですね、鉄瓶で沸かすと美味しいってお客さんから聞いたものでって、鉄瓶で沸かすと美味しいんですかね、南部鉄瓶、南部鉄瓶、あの今西尾でも鉄瓶を作るプロジェクトが あるんですよ、で南部鉄瓶高いんですよ、高い、すごい高い、これで高い高い、実を言うと西尾は鋳物の町なんですね、そうです、で、どうせ、中国とかなんかの金持ちなんかあんまり分からせんで、あの日本に西尾で作っちまおうみたいな。というようなことを考えてるわけではなくて、品が下がっちゃうわけ、ね、あの実際にですね、鉄瓶を今実験してるんですよ、はい、あの試作までは出来上がってましたよ、あ、そうなんですか、うん、いいお客さんのとこが作ってましたね、へー、はい、その時に実を言うとこの つまみっていうか、うん、この取っ手の部分あるじゃないですか、うん、こう蓋の、うん、その部分をですね、なんかいいものないかなという時に、うん、うちのドリップポットのあのつまみを外すじゃないですか、あれを見つけて、これ使うのって言って言うもんで、いらんけどって言ったら全部持ってきました、あ、本当ですか、はい、なんか邪魔でしたもんね、そう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 、あ、なんかアドレスが来ました、あー来ましたね、アメブロJP 高橋電機の、あ、高橋電機さんのブログかなんかの URL かと思うんですけど、はい、あ、松本くん、はい、はい、またコーヒーを出してあげますよ、はい、今回は南アルプスの天然水です、あはい、じゃあ行きます、うん、今回南アルプスの天然水、香りが全然違うね、やっぱり、はい、さっきの比べると、え、っていうかこっちの方がひどくない、私の香りはこっちの方がダメなの、あのこれの方が渋く出てるんだけど、うん、ね、ちょっと、ね、飲んでみて、多分こっちのがね、いい、うん、ブルー、自分家のコーヒーみたいなるほど、ちょっと飲んでみ、うん、多分こっちの方がいい、うん、飲んでみてね、熱いのね、うん、あんたでもね、
あんたそれ使うもん、僕らみたいに。冷めるのそれって。当たり前じゃん、うん、ガラスだもん。あ、そうか、うん、全然冷めないからだ、これ。鉄瓶など鉄分が摂取できるそうです。だから貧血ならんです、見ますね。いい加減なこと言って。女の人は言いますね。そうですね。あ、本当だ、違うでしょ、うん、南アルプスちょっとイマイチですね。イマイチだね。やっぱり所詮ね、あのメジャーな水はこの程度よ。ポピュラーなあかんですね。ああ、だいたいていうかどれもダメなような気がしてきた。結局じゃあ浄水機械みたいな、なりそうな気がする。だって全然違ったよね、味なかったもんね、うん、水がね、うん、やっぱダメな水、個性がない水の方がコーヒーの味引き立てるんでね。す、いやいや、まあ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 、まあ、じゃあちょっと待ってね。じゃあ、次最後の砦で。最後の砦で、となります。どうでもいい。最後がですね、なんだったっけ、養老のスタイル1の天然水、サークル K の PB 商品。そうですね、ユニ系、ユニ系列ですね、ユニ系列の PB 商品。はいですね。なんと、養老の滝のあの養老水源、水脈なんで、養老山系で磨かれた、はい、ナチュラルミネラルウォーターと書いてあります。そうですね、実はベルサボークにも買えるんだよね。あ、そう、同じ系列。あ、そうか、そうか。だってユニはあれでしょ、名古屋でしょ。そうそうそう、はい、うん、愛知県だもん。ほら、地元愛からしてもね。あ、そうなんですか。そうですよ。本当の地元はゾミーだよね。あ、そう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 。本当の地元はもうゾミーがね。はい。あのドミーというのは今時のいい名で、はい、昔は諭吉ですけどね。そういう名前のスーパーだったんだ。そうそう。で、どういう字か、この諭吉って。カタカナやん。はい。その諭吉ってどこにあったかっていうと、中央通りにあったんですよ。ね、っていうか、なんかそこからどうしてまたそのドミーなのかね。いや、だから、西尾から出てったの結構あるんだよ。ああ、そう。結吉もそうだし、あと杉薬局も元は西尾ですからね。え、ってか結吉知らないんだけど。だからドミーだってば。結吉がドミーになったのは僕が18歳の時で、うん、平成になる時にドミーになった、うん、確か。でもうちょっと言うと、僕が初めてエスカレーターに乗ったのは結吉のエスカレーター。僕は名鉄ショッピングセンター。でもちょっとローカルネタになりきてますよ。僕は初めてカゴメもこっちだよね。はい、カゴメ。え、カゴメこっちなの。ケチャップカゴメだって。横須賀にどえらい工場あったじゃん、ケチャップトマト工場。え、そうなの、うん、ごめん知らんかった。キャンディーさんが省エネ暮らしカフェに水を向けていただき感謝申し上げます。あ、来ました、水持ってきますね。次は何で来るのかな。それでは最後、養老水系の養老三系。あ、三系ですか。はい、沸いた。はい、沸きました、うん。演出上これが一番美味しいがいいよね。都合良いよね。ユニー系列だしね、うん。いやいや、私とじゃあ東京で買えなきゃ困るだよ、ね。え、ユニー東京にないの？サークル系はあるでしょ。サークル系はあるよ。まあだったらいいじゃん。サークル系だ。あ、サークル系じゃない。サンクスはある。サークル系は。ああ、オッケーオッケーオッケー。売ってる？売ってる、売ってサークル系。あ、サンクスとサークル系どっちが上で？サークル系サンクス。あ、じゃあサークル系が決した。サークル系が上位だもんね。あ、うん、そうすか。じゃあ、あれですね、何だったっけ、養老山系の、水ですね。うん、だ実際これ入れたものをこう明日試しに飲んでみるといいですよね。うん、うん、だからどれが長持ちする水なのかなというの。あ、長持ちの面で、はい、多分ね、あれですよ、これが長持ちしそうですよね。
よ、浄水器じゃないの？だって養老の滝ってあれ、あ、そっち系か。そこでネタに行くと思わなかった。もう真面目な話だろ、すげえ俺聞きながら。そう、そうか、ネタなのか。ネタだよ、ネタ、ネタ。なのか。すいません。いやいやいや。あの、このとこはピクチャーインピクチャーだと思うんですけど、まあいいんですけど。確かあれですよね。もういいね。もう今更。今やってもいいね、じゃん。確かあれですね、養老の滝って、病気になった、そうそうそうね、おじいちゃんか、お父さんかなんか、話があるね。ね。を、に、お酒を飲ませたいなと思ったけど、お金がなくて、お金がなくて、養老の滝のね、ね、水をこう汲んだらお酒になっちゃった。お酒になるという、うん、そういうお話なんですよ。うんうんうん、ああ、これ、これせっかく買ってきたから、これはどうなっちゃったの？これ、あ、これ、これ、まあこれ、ですね、また関係ないですが、蜂蜜 100% のキャンディー。これはですね、先着飴が出してるものなんですが、実はとこの前、トラヤの羊羹、そう、蜂蜜羊羹を、食いながらコーヒー飲んだらこれが美味しかったんですね。うん、ホンジュラスの、ね、うん、コーヒーにあったんですよ。で、非常に美味しいなと思ったんで、今日ネタとして、その蜂蜜羊羹食った時に、だいたい僕の中に頭にピンときたのが黄金糖だったんですね。黄金糖というあの飴があるんですが、あの味に似てたんですよ。あ、はい。で、その感じからして黄金糖と多分このコーヒーが合うであろうというふうな話をしたらですね、鉄瓶はコーヒーには合いません。あ、そうですか。すいませんでした。はい、一応鉄瓶僕使ってないですよ。はい、ただ西尾の、鋳物屋さんが作ってますみたいな。そう、うん、黄金糖が、あ、そう、黄金糖がどうもその羊羹の味と似てたんで、もしかしたらこれいけるんじゃないかというふうに試しに、買ってこようとキャサリンがしたんですね。そうしたら黄金糖今時売っていない。そう、ウーアミが200角糖、はい、の純粋だっけ、純粋も売ってない、純粋も売ってないらしいですね、うん、今時あの辺の、どうも、飴は売ってないらしいです。そうで見つけたのが、蜂蜜 100% の飴、なんと蜂蜜だけしか使っていない飴なんですね。そう、原材料蜂蜜、はい、なんせ特許製法で固めたらしいんですけど、あんまり美味しくないですね。こまちゃんさんが省エネ暮らしカフェの後の画像に、はい、日向心地がありますね、はい、これで豆の乾燥実験ができますか。あ、今回は多分真面目なことを語るかもしれないですね、キサンジンさん。で、その後聞いてないですね、そういえば、キサンジンさんから。あ、日向心地の。オーストラリアの豆の含水率。あ、ここで測ったじゃないですか。あ、測りましたね。始める前、うん。あ、こっそりと実験やってる感じですね。いや、どうなったかなと思って。あ、養老の名水を使った養老サイダーは、はい、戦前には三ツ矢サイダーとシェアを二分する勢いだった。あー、水ネタ終わっちゃいました。あ、ちなみにですね、西尾は西尾で西尾サイダーっていうのがありますよ。はい、そういうのもあったんですね。抹茶を使った西尾サイダー。この際西尾サイダーありますよ。この頃話題に上ってこないですよね、西尾さん。最近上ってこない。稲葉さんがやる気がねえんじゃねえかっていうね。他のことにしようね。あれ、稲葉くんって西尾サイダー以外のものがなんか熱心じゃない？そうそうそう、今ね。うん。うん。ていうか、稲葉くんって言っても皆さんわからないと思うんですけど。あのね、稲葉くん。実は言うと、西尾サイダーって言って、抹茶入りのサイダーを開発、飲みましたよ、私もちょっとだけわざわざ買いに行って、はい、あれなんですけど、
あれの、販売元っちゅうのが178食品って書いて稲葉食品って読むんですよ。まあ稲葉くんって言って名字が稲葉だからそうなってるんですけど、で、そのサイダー以外にいろいろなお菓子類だとかいろいろなものをやってまして、あ、終わりました終わりましたね、すいません、いいですよ、別段それが重要ではないのでいいんですけど、所詮稲葉食品の話でしたし今、で今だと何でしたっけ、オインク、オインクの豚かなんかやってるよね、ね、あの肉まんみたいなのをやってたりとか、なんかだんだんと西尾サイダーの話題がほとんど出てこないですもんね。あれはあれで戦略で、はあ、このまま幻の西尾サイダーみたいなで第2つ目のブレイクになって、あ、そうなんですか、だからそっとしていただいてください、あ、わかりましたはい、いきますよ松本くん、はい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 、いきます、あ、外気に触れずに再生してる、ね、一応本命はい、本命ですよ、本命本命いきます、はい、本命いきます、あ、もうちょっと、これが本命となります、やっぱ結局浄水器だと思うこれうーん、なんかこう飲んじゃうとあのブルースプリングスのパンチが懐かしいですよねあの苦味がいやでもどれも苦くて、私これの方がまだ穏やかっていうか、これが一番穏やかじゃなかった、ブルースプリングがプリングス、これって養老思ったよりも物を溶かしてるよね、うん、だからどうやってもこの浄水器の味に、ね、近いものが出せないんですよ、これが南アルプス、南アルプスで結構これが一番近くな、穏やかだったなと思っても私、あとこれがブルースプリングス、うん、スプリングだった。スプリング。ブルースプリング。スプリングね。うん、泉ね。泉。泉。うん、だけどずーっと青春青春で、うん。スプリング。青春は多分違う言葉あったような気もしますけどね。うーん、青い春と書くもんで青春って、あ、そうか、ブルースプリングで青春かと。と間違えてしまうことがもう青春ですよね。そういうことしましょう。どうです、だからこれこの中だったらこれでもよくない、うん、一番穏やかだと思うけど、うん、ただ酸味なくて苦いんですよ、うん、でこっちのがまだちょっと酸が出てるから、あのさ指だけ刺して語るのやめてくれる、だからブルースプリングは酸味が消えて、苦味だけになってる感じなんだけど、南アルプスとか、スタイルワンの養老山系の水、は苦いんだけど苦さがある中にも酸味は出てるので、まだそっちの方がもしかすると酸味が消えるっていう現象はこれ浄水器の水が一番まともなんだけど、そうだからこの味を出すのは難しいんですよ、だから困ってる、これやっぱりこの浄水器の水をさペットボトルに入れて売るか、この浄水器のライセンス取りましょう東京では同じ浄水器使っているのですか、いや使ってないんです、あのちょっとこれ使えないんです、いやパナソニックはいい、え、これって水道から直接つないでるでしょ、うん、まあね、そののができないんですよ今うちの状況だと、あ、そうなんですか、そうなんです、で使ってないです、シャンジンさんはよそのは水に合わないいやもうなんかダジャレ大会になってますねだけど水どっかの配管からね分岐させりゃいいんで、お風呂場とかねなんかでもね、どっからでも水風呂場の水、実は風呂場の水みたいなあ、だけどイベントとかなんかでよく取るよ、やるけどね、外やなんかのねえ、その辺のやつ水使うけどさ、はい、困ってだからブリタを買ったわけです、はい、あ、ブリタでもダメダメ、うん、そうっすか、もうちょっとじゃあ水は
いろいろな水をこう、研究して、フレーバーの浄水器を超える水を探しましょうか。というか来週までに何とかしなきゃいけないんですけど。あ、そういやそうだったね。そうだったそうだった。どうすればいいですか。じゃあこの段階ではこの、3本の中で一番使えるのがこれだというのが。それでも酸がなくなるじゃんね。はい。酸味がなくなってまろやかなのはこれだけど。はい。どうすればいいの？なんかそうだよね、高級なコーヒーを使うのに酸味が消えちゃうと困るね。うん、浄水器が一番水の泡やんかって書いてあるね。水の泡、うん、そろそろフレーバーチャンネル200回記念の予告って、200回記念っていつが200回になるの？分かんない。もう200回になるの？196回になってますね、今日は。あと4回。じゃあ、に来る？ん？4月。1、2、3、4、エプリルフール。いやー、エプリルフール。本当かよって感じになっちゃうね。冗談みたい。だって、1、2、97、98、99、200だもん。4月1日、エプリルフール。エプリルフールですか？はい。じゃあエイプリルフールに会長を呼ぶというふうに嘘をつくってと。今言ってた。いやだって言ったら会長が行くよって呼ぶ。行くよって言われて。行くよって言われて、あ、来るんだと思ってると嘘だピョンってなるわけ。これ何の面、何の面白みだ。な、何それ。そっか。蒸留水、純水でもやってみたいです。いや蒸留水。蒸留水は。純粋？あ、純粋は絶対毒になりますから、あれ。お腹来ちゃうよ。あれは危ないですよ。危ないよ。危ないですよ。それまずいですよ。その前にその純粋は沸騰させても飲めない。じゃあ純粋はね、飲めない。あ、飲めない飲めない。ああ。うん。とりあえずですね、じゃあ、うん、来週までになんとか水の手配を考えてもらいたいと。そうですね。まあ水に関しては。今回、一応南アルプスの天然水も、養老の、天然水も、ボツということまでは決まったと。あ、出ましょうか。あ、出ましょうか。あ、いいんじゃないですか、1日。会長、1日でいいですか、それとも、ここで、200回がいいんじゃないの。200回、会長、200回の、4月1日どうでしょう。他の人たちが4月1日で OK となれば、会長どうですか。じゃあ、 会長のなんつうの、ツイッターを待ちましょう、うん、それまではこっちで休憩。そう、あのね、ちなみに、はい、4月の玉木の焙煎、はい、本焙煎の今のところの予定は、はい、26、28、29なんですよ。あ、26、28、29で、はい、1日発送じゃん。はい。だから、バタバタし始める頃なんです、25とかだと。あ、じゃあ、それはさ、まずいですね。この辺だと。1日だと、出荷して、あ、やれやれっていう時に会長呼ぶっちゅう、いいですね。そうそう。会長、そうしましょう。4月1日。ということで、決めちゃっていいですか。何やる？いや、会長が、OK、会長が来れば、何もやらんで普通に座っててもらうだけで。スーパーの浄水の水がいいかもって、はい、あ、どうもどうも。あ、こんばんは。おー、こんばんは。スーパーの浄水の水、うん、ってどれ。あ、よくあるじゃんね。はい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 。あ、とりあえず、会長、本当、4月1日でよろしいでしょうかね。200回で、200回記念の、番組、会長をお願いしたいと思うんですが、いかがでしょうか。これ会長がこう、もしもこれツイッターをこう書かずに寝ちゃったら、だってその場合、はい、なんとかしましょう。はい、わかりました。じゃあ決まりという感じで、本日はですね、水を考えるというよりは、
松屋の会長を4月1日に呼ぶことを考えるということで、やりましたね、うん、はい、とりあえず水に関しては今のところですね、あの浄水器の水にちょっと、勝るもんが今のところはないですが、あのそのうち、浄水器の水以上の、水を探してみたいと思います。本日はここまでにしましょう。おやすみなさい。おやすみなさい。4月1日はすいません。